スワマスワマは、餅菓子の一種。縁起を担いで、樹冠という字を当てたり、紅白のスワマを詰め合わせて、祝いごとの席で配る習慣がある地域もある。卵型に成形したものは、鶴の子、または、鶴の子餅と呼ばれる。鶴の子餅スワマ上新香を湯でこねて蒸し、砂糖を加えて熱いうちに突き上げて作る。上新香のもちもちとした弾力のある食感と、あんなどを入れない。 控えめな甘さが特徴。かつては硬くなりにくい餅として重宝されたこともあった。巻き素で巻いて凹凸のあるかまぼこのような綺麗な形に整える。近代化され箱の中で成形されることもある。形状は板かまぼこ状のものが多いが、店や地方によっては丸型のスワマも作られる。素材そのままで未着色のものは白い色をしているが、外側を 食紅でピンク色に着色したものも作られ、縁起物として紅白のセットにすることがある。口なしの実などで黄色に着色したものもある。卵型のスワマは、鶴の卵に見立てて、鶴の子、鶴の子持ちと呼ばれる。鶴を表しているので縁起が良いとされ、地域によっては高級な狩猟菓子や贈答品に使う。普段使いのスワマと差別化するため、より柔らかく作られたり、 材料に高級な上新庫や上白糖は三本を用いたりする。中に甘いあんを入れたものを作る店もある。鶏の子餅も鶴の子と同様に縁起を担いだものであるが、餅米で作られる。新庫餅は上新庫で作った菓子を指す総称で、諏訪間や鶴の子を指すこともある。新潟県魚沼市、浦佐など、新庫餅の名称の菓子を地元の名家として売り出している地域もある。 浦佐などの地方メーカーの新古餅は、関東地方の餡が入らないかまぼこ型のスアマとは異なり、大福餅のような丸い形をしており、中に小豆餡などを入れて作る。上新古で作られた菓子で新古と呼ぶ同様の商品がある。ウイロウはかつて黒砂糖で作られることが多かったが、現在では上白糖を使うことも多い。その場合、原材料が上、新古と 上白糖ですは、まと同じになるが、製造方法の違いから食感などが異なる別種の菓子になるため、同一視されることはない。スワマは東日本で、ウイローは西日本で徴用される傾向がある。スハマという名前の似た和菓子があるが、大豆の粉を原料に作られるもので、スワマとは別の菓子である。ただし、国的天下かどうかは不明だが、 地域によっては同校の歌詞を須浜と称していた例もある。ありがとうございます。